AGP57 番、ジェームスです。こんにちは。皆さん、どうお過ごしでしょうか？まだまだ、毎日が不安だと思います。僕も正直同じです。でも、そんな中、危険を顧みずに、世界のために、日本のために、みんなのために頑張ってる方もたくさんいます。本当に感謝しています。僕たちはまだ、家の中で過ごすことの方が多いんですけど、今回こういう形で少しでもみんなに元気を与えられるように、精一杯当日楽しむつもりです。こんな時だからこそ、一番気兼ねなくできるコミュニケーションも取れるゲームってやっぱすごいなって改めて思ってます。みんなでちっちゃなゲームからでもいいからゲームやろうぜ少しでも早く元気な世の中に戻ることを願っています。皆さん、一緒に気持ちをリフレッシュしましょう。本当に本当に皆さん頑張ってくれてる方々、本当にありがとうございます。僕らも少しでも早く、また現場に復帰できて、皆さんに感動を与えることができるように、精一杯、毎日毎日怠らず、努力しておきます。じゃあ皆さん、チャリティーイベントでお会いしましょう。またね、バイバイ。どうも、こんにちは。AGP39 番、ミッシェルこと北村亮です。皆様、いかがお過ごしでしょうか？なかなかまだ油断ができない状況ですけれども、本当に日々ね、皆様の街の方のために働いてくださっている皆様、戦ってくださっている皆様、本当にありがとうございます。日々こう、自分が過ごしていて、当たり前だと思っていたこと、なんだろう、コンビニに行けば、物が買えて、電車に乗れば駅員さんがいて、病院に行けば医者の方がいて、なんかこう当たり前だと思っていたことが当たり前じゃないんですけど、もちろんそれがなんかこう改めて当たり前じゃないんだってことに気づけるこの期間でございました、自分にとっては。なのでそんな方々の少しでも力になれればと思い、今回このチャリティーイベントに参加させていただきました。なかなか自分の力だったりとか、持ってるものってすごく一人では弱いかもしれないけれども、みんなと力を合わせてだったり、今回は AGP、そしてゲームっていうコンテンツを使って、こうやって力になれるようなことをですね、少しずつこう模索しながら、何か届けれるものはないかっていうことで、今回この企画ですね、やっております。なので、なんかこう、物理的にはもちろんですけれども、少しでもこう気持ちだったり心の面でなかなか休息を取れない方々もいらっしゃると思います。なので少しでも笑顔だったりとか、なんかこう休める時間というか、これをこう見てなんか日々のこう喧騒を忘れて、なんか楽しい時間を過ごしていただけたらいいなと思っております。なので一緒に楽しい時間を作っていきましょう。楽しみにしていてください。よろしくお願いします。どうも、たけぼんです。皆さん、おうち時間どのように過ごされてますか？僕はですね、ゲームをしております。はい、できるだけね、家にいるときは自分で楽しい時間を見つけて過ごそうと思っております。なので僕はゲームをして楽しい時間を、息抜きの時間を作っております。皆さんもコロナに負けないように一緒に頑張りましょう。あ、残りマッパー。うん。あの家屋いるから。うん。いるよ、いるよ。オッケー。あ、まだ小出した。あ、撃ってる、撃ってる、撃ってる。あ、一人ダウン、一人ダウン、一人入った、一人ダウン入った。はい。あ、オッケー。あ、ツーダウン、ツーダウン、ツーダウン入った。オッケー。攻めちゃう。うん。突撃、突撃、突撃。え、入った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 。急いで、急いで、急いで。回復させられてる、回復させる。回復、蘇生入ってる、蘇生入ってる、蘇生入ってる。急いで、入った。二回、奥ない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 。そう、撃って、撃って、撃って。あ、いない、ストンカツ。はい、何どうした？何どうした？落ちした。はい、落ちした。私だもん。はい、落ちした。いやー、三密避けるなら、ゲームでしょ。ゲームやろうぜ。AGP、チャームアップ。はい、皆様こんにちは。アクターズゲーミングプロジェクト、AGP メンバーのケントです。まだまだ世界中で大変な時期ですが、そのような環境の中でも働いてくださっている
医療従事者の皆様、そして、スーパーや公共の場で働いてくださっている皆様、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。はい。そして、今回 AGP の方でオンラインチャリティーイベントをさせていただけるということで、またメンバーとこうして集まれることを本当に嬉しく思っております。僕たちも皆様が少しでも笑顔になっていただけるように楽しみながら頑張っていきたいと思いますので、お時間ありましたら、ぜひ参加の方よろしくお願いします。それではまた会う日まで元気でいてください。以上、ケントでした。バイバイ。こんにちは、レンです。今回チャリティーイベントに出演することになりました。僕自身チャリティーイベントに出演することは初めてなんですけども、楽しんでやっていけたらなと思っております。そしてこの時代にですね、僕のできることってなんだろうなって最近よく考えてるんですけども、やっぱり僕自身が楽しんで、そして仲間たちと楽しんでいる姿を視聴者さんの皆様に見てもらって、笑顔になってもらう、これが僕のできることだなと思ってますので、このチャリティーイベント、皆様の笑顔のために頑張ります。ですので応援のほどよろしくお願いいたします。こんにちは、テルマです。今回ですね、チャリティーイベントに参加させていただくことになりました。いや、本当にこういう時代に今何ができるかって考えたり、いろんな人と話し合ったりする中で、こういうことに参加させてもらうことがすごく嬉しく思います。ぜひぜひ、まあ、ゲームの力というか、僕たちの持ってるポテンシャルで皆さんを少しでも楽しませれるように一生懸命頑張りつつ、僕自身も楽しんでいきたいなっていうふうに思うので、ぜひよろしくお願いいたします。以上、テルマでした。皆さんこんにちは、AGP 背番号14番ゆうたやんこと樋口ゆうたです。今回ですね、チャリティーイベントということで、今本当に世界中が大変なことになっている中で、こうやって配信という形で皆様の前に立って、こう、まあ、久しぶりになるかわからないんですけれども、こう皆様と一緒に体感しながらこうやれるイベントができたことはすごく嬉しかったですし、こうチャリティーということで、こう医療関係の皆様が最前線で戦ってくれているということで、僕たちが少しでもお力添えができたらなと思いまして、今回こういう形を取らせていただきました。これからコロナとは共存して戦っていかなきゃいけないと思うので、皆さんも体に気をつけて一緒に頑張っていきましょう。以上、ゆうたやんでした。はい、どうも、アイクです。いやー、今回チャリティーイベントということでして、いや、本当に世界がね、今すごく大変な時だと思います。そんな中、少しでも僕たちにできることで、医療従事者の方だったり、それに携わっている方、本当いろんな人が今コロナに立ち向かっている時期だと思います。そんな人たちに少しでも力を与えたり、少しでも笑顔を届けることができたらと思い、僕らも、チャリティーイベント全力で僕らがね、楽しんでいこうと思っていますので、ぜひぜひそれを見て皆さんに笑顔が少しでも届けられたらなと思います。なので全力で楽しんでいきましょう。バイバイ。どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。シリュウです。今回ね、AGP のチャリティーイベントということで、日頃、医療従事者の方々だったりとか、インフラ系の方々だったりとか、本当にコロナ禍で働かなければならない方々に本当に感謝しております。その方々に、支援ができればなと。そして何より僕たちの、ゲームしてる姿を見て、楽しんでいただける方々すべてに、このイベントを、お送りして、自分たち自身も皆様にも楽しんでもらえるよう頑張りたいと思いまーす。全員揃うね、イベントは初めてなので、すごい今から俺自身もワクワクしておりますので、一緒に楽しみましょう。